熊本地震で2回目の震度7が襲った本震から今日で3年です。各地で犠牲者に対して祈りが捧げられ、土砂崩れで死亡した大和光さんの家族も現場で花を手向けました。大和光さんの家族は本震が起きた午前1時25分に合わせて光さんが亡くなった場所を訪れ花を手向けました。当時大学生だった大和光さんは地震後の大規模な土砂崩れによる阿蘇大橋の崩落に巻き込まれ、およそ4ヶ月後に遺体で見つかりました。自分たちにとってその光っていう存在は、ずっと変わりません。同じ時間帯にこう同じような暗がりの中でその時の様子をですね、感じることが、この子にとって不要にはなってるのかな。また同じく本震で亡くなった片島信夫さん、理恵子さん夫妻の住宅があった場所には地元の住民が訪れ花を手向けました。熊本地震では熊本と大分で関連死なども含め273人が亡くなりました。